もろそうやん。これ iOS アプリちゃうん。ほぼコーヒー見てみましょう。うん、このゲーム知名度が低い。口コミするときに最初にこれ言うのめっちゃおもろいな。うん、知名度が低い。パッケージがチープで迫力に欠ける。シングルプレイヤーのモードはなし。マッチングもいまいち機能してない。どうやって遊ぶのかわからない。ゲームの内容もわからないからフレンドに気軽に誘えない。わからないから持ってる人に送りつける肝、なんだこれ、肝なんとかまれると思っているあなたは、え、ちょっと待って、変わった空気、ちょっと待って、流れ変わったぞ。と思ってるあなたには少しゲームに対して真面目に取り組みすぎかも。ちょっと待って、バレてる？本来ゲームというのは娯楽で気楽に遊ぶものなのですよ。このゲームをた黙ってプレイする機会を放棄する理由のいくつかは言い得です。妙ではありますが、それにしてもこのゲームはもったいない。本当はとっても面白いいいゲームなんだよ。このゲームは簡単に説明するなら 2D オールドスクロールのポータル2です。あ、ポータル2なんだって。なるほどね。ポータル感はそのものはありませんが、その代わりと言ってはなんですが、発動条件と効果がトリッキーな銃や協力しないと使い物にならない気持ち程度のお助け道具それらを巧みに利用して相方を守りつつ、時には守られつつ一緒にゲームをクリアを目指すパズルゲームです。ポータルシリーズのようにガチガチにアクション性を要求されるパズルゲームではなく、一部のステージを取り除けばリトライ性も高く、雰囲気もゆったりとしておりまったりプレイできるので、個人的にはなかなかおすすめの一品だと思います。なるほど。あとキャラクターたち、オブジェクトももろもろおもちゃみたいで可愛くていいね。ただ人がいないと遊べないゲームだという事実はどうあがいても消せない事実ではありますので、まったり遊ぶのが好きな仲のいいお友達を誘ってプレイしようね。また仲がそんなに良くない人も誘おうね。このゲームをきっかけに仲が良くなるかもしれないよ。あーあー、強化した、こいつに強化したい。あー、強化して、はい、もうグッドボタン押しちゃうもんね。面白いし、グッドボタン押しちゃうもんね。ネタバレって書いてる。あ、待って、ネタバレ見ていい？見たくない人、あ、ちょっと見たくない人目つぶっといて。わからんかった。最後まで送りつけた。うん、庭、うん、なるほど。よくわからんかった。ネタバレでもなんでもなかった。しかもネタバレも伏せてるってね。いや、これ、いや、ネタバレはね、あかんよ。このゲームやってる人からしたら、もうネタバレなんてもう、耳を塞ぎたくなるもんやからね。え、待って。え？ピューゼピー？え？え？え？ちょっと大画面にさせて。え？え？おじさんでピューゼピーいるんだけど、あの、え？え？ピューゼピー？いるんだけど、え、どういうこと？え？強いじゃん。え、ピューゼピーがいる。寄ってる。え、これは暗記ですか？ピューゼピーって人がいないわけないよな。あの、うわ、有名なピューゼピーだよ。え、こんなんやるしかないやん。インストールしときます。ありがとうございました。こんなんやるしかないやん。案件やろな。やめろやめろ。楽しくてやっとるかもしれんだろ。やめろやめろ。楽しくてやっとるかもしれん。見つけたんや、おじさんと二人で。